ダリウス・バッセル、ダリウス・マーティン・クラーク・バッセル、ダリウス・マーチン・クラーク・バッセル、1980年6月13日隊は、イングランド・バーミンガム、サットン・コールド・フィールド出身のサッカー選手。元イングランド代表。ポジションは、センター・フォワード及びウィング、ダライアス・バッセルとも表記される。バッセルは、プレミアリーグに所属する地元のアストン・ミラ FC の、 株組織を経て1998年に同クラブのトップチームからプロキャリアを始め2005年に移籍金200万ポンドで同リーグのマチェスターシティ FC と契約し2009年に放出されるまで4期在籍したその後はトルコ一部のエンケイ・アンカラギュジュと契約したことで初の国外でプレーすることとなるかつてイングランド代表で指導を受けたスベンゴランエリクソンの 呼びかけに応じ、2010年2月に、イングランド2部のレスターシティ FC と契約した。イングランド代表としては、エリックソン監督の下で2002年から2004年までで22試合6得点を記録し、2002FIFA ワールドカップと UEFA エ u ロ2 0 0 4に出場した。バッセルは、バーミンガムのグレーブリーヒル地区で育ち、アーディントンのイエントン小学校とサットン。 コールドフィールド・ファルコン・ロッジのジョン・ウィルモット学校に通っていい。バーミンガム・ボーイーズリーグに所属する地元のロムルス FC でキャリアを開始し、その後、同じ地元のアストンビラ FC の下部組織と契約した。アストンビラの下部組織時代に1シーズンでのクラブ、最多得点記録となる39得点を挙げる、驚異的な活躍を見せつけたバッセルは、 1998年8月のミドルズブラ FC 戦で途中出場により、プロデビューを飾り、UEFA カップ1998から99のストレームスごとセットイフ戦で1点を追う中、試合残り10分にダレンマンフィールドで2得点を挙げて、ファンの心をつかむことに成功すると、翌2戦から01シーズンには、チームの中心選手として、ファンパブロアンへと共に強力なコンビを組み、 二人合計で約30得点を上げる活躍を見せて、シーズンを8位で終了させることに貢献。ビラでのキャリアの頂点に達した。その後も持ち前の能力を発揮して、不動のストライカーとしての活躍を見せ、2003年8月21日には、契約を2年に延長する、と、順風満帆な生活を送っていたが、2004年10月に、 足を負傷したことで4ヶ月の離脱となった。自身の離脱中に、カールトンコールとルークムーアの若手が対等していたが、チームに復帰後も変わらずに出場機会を得ていた。しかし、その一方で調子を取り戻すことができずにいたため、それがマンチェスターシティ FC へ売却されることにつながった。年月に金万ポンドで、マンチェスター FC と契約すると、 一期目に、アンディコールとコンビを組んで35試合8得点を記録し、FA カップで5試合に得点を挙げて、準々決勝進出に剣する等、加入早々から活躍を見せていたが、シーズン終了間際に、ヘルニアの問題により手術のため離脱となった。三期目の2007から08シーズン開幕前に、トルコ一部の競合、ベシクタシュ JK からオファーが舞い込むも、 スベゴランエリクソン新監督により拒否されたバッセルは、新加入のエラーのブルメルが、それまで自身が着用していた背番号11が与えられたことで、自身は背番号12が割り当てられてシーズンをスタートしたが、エリクソン監督は守備に重きを置いた4から5から1のフォーメーションを採用したことにより、なかなか調子を出すことができずにいた。 さらに、シーズン後半になると、サイドハーフで起用されることが増えたことで遺跡を意識するようになり、ボルトンワンダラーズ FC や昇格組のダービーカウンティ、FC といった、プレミアリーグ数クラブから興味を持たれていたが、最終的に冬の遺跡市場で新たなクラブが見つからなかったことで残留することになった。2008年2月10日に、マンチェスターユナイテッド FC とのマンチェスダービーでは、 前日に強盗被害に遭う失意の中にあったものの、それを感じさせないプレーからリーグ戦通算50得点目を挙げて勝利に貢献し、4月20日のポーツマス FC 戦で先制点を挙げた。翌2008から09シーズンになると、クラブのオーナー権が UAE の投資グループへ売却されたことで、ロビーニョやクレイグ・ベラミー等を大型補強した影響もあり、 公式戦15試合の出場にとどまり、シーズン終了後に契約満了に伴い放出された。2009年7月にトルコ一部のエンケイアンカラギュジュと契約し、空港へ到着した際には3000人ものファンが詰めかけるほどの熱狂ぶりだった。第2節のマニサスポル戦で遺跡後初得点を記録。同2009から10シーズン終了後に退団することが決定した。 2010年10月20日に、イングランド2部のレスターシティ FC と2011から12、シーズン終了までの2年契約を締結し、マンチェスターシティとイングランド代表で指導を受けたエリクソン監督と再会し、2010年12月11日のドンカスター・ローバーズ FC 戦で初得点を挙げ、アウェーのハルシティ AFC 戦で自身に得点目を記録した。 それまで自身が得点を挙げた試合でチームが負けることがなかったが2011年4月22日のノッティンガムフォレスト FC 戦でついに記録が途絶えることとなった。翌2011から12シーズンはアウェーのサウスハムトン FC 戦とダービーカウンティ FC 戦で挙げて両試合の勝利に貢献した。10月29日のウエストハムユナイテッド FC 戦で 全十字人体を断裂した子により、シーズン残りを欠場することが決定。6月30日に新契約が提示されることがなかったことで退団した。2002年2月13日のオランダ戦で、イングランド代表初出場を飾ると、オーバーヘッドキックで同点弾にして初得点を挙げる活躍を見せて、同試合の最優秀選手に選出された。その後、 スウェン・ゴラン・エリクソン監督によって2002フィファワールドカップの一員に選出され3試合に出場したうちでグループリーグ初戦のスウェーデン戦の1試合に先発している UEFAA ウロ2004準々決勝のポルトガル戦での PK 戦を外したことがそれまで代表に大きく寄与していたところへ影を落とすこととなった同試合では ウェイン・ルーニーが前半途中に負傷したことにより途中、出場したバッセルは延長戦の末の PK 戦で最後のキッカーをストメルも外してしまい、次に相手 GK のリカルド・ペレーラが PK を成功させたことでチームの敗退が決定。以降、代表での出場は訪れなかった。代表でのバッセルは特性がスピードとアジリティにあることから試合残り15分から20分。 あたりで投入され、その卓越したペースで疲れている相手ディフェンス陣に混乱を与える、いわゆるスーパーサブが有用であると評されるように主に途中出場での起用が目立った。バッセルは経験なキリスト教徒であり、以前に重大な自動車事故に巻き込まれるも生存できたのは、信仰のおかげと考えている。老いのアイザックもサッカー選手である。 3 3 1, 1 66, 26, 4, 21, 69, 5, 6 6 2 6 4 2 1 6三9 5 3 9 6 8 1楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。